強さ、勢い、注目度ととどまることを知らない亀田三兄弟。その次男亀田大輝がボクシングの聖地超満員の後楽園ホールのリングにいよいよ初見参です。こんばんは。今夜のガッツファイティングは浪速の弁慶亀田大輝のデビュー2戦目をお届けします。放送席解説は竹原慎二さん、そして畠山貴則さんです。よろしくお願いしま す, お願いします。さあ改めまして竹原さん、はい、あの2月の鮮烈な見事なデビュー戦を教えてください。はい、そうですね、あのちょっと強引になりそうだったんですけど、いいタイミングで、はい、あのインパクトのあるパンチをうまく当てましたね。はい、だからあのね、あとは距離感を自分の距離感を持てればもう完全じゃないですか。はい、1ラウンド23秒の KO 勝ちという素晴らしいデビュー戦を語りました。そして畠山さん、はい、試合の後にはあのマイクパフォーマンス、歌がありましたね。そうですね、まあ、あのああいう、ね、派手なパフォーマンスっていうのは、まあ、賛否両論あるかと思いますが、まあ、ああいうどでかいパフォーマンスをですね、デビュー戦でやっとけるっていうのもすごいことですし、やっぱり器の手厚さを感じますね。強いハート、器も大きいということですが、さあ迎える2戦目、竹原さん、どんな試合を期待しますか。はい、やっぱりね、あの本人のね得意なパターンに持ってってもらって、あの接近してフックですか、フックからストレート、うん、それで決めてもらいたいですね。はい、デビュー戦に続く鮮烈の左フック、自ら名付けた大ちゃんフックは炸裂するのか。瞬き厳禁の試合はこの後始まります。この男の拳が日本ボクシング界の歴史を変える、浪速の弁慶亀田大輝。世界に向けて大輝が目論む野望とは。日本記録の15連続 KO を抜く。偉大なるハードパンチャー浜田剛が持つ15戦連続 KO 記録の更新だ。20年間誰にも破られていないこの大記録、浪速の弁慶が挑む。その伝説の序章はプロデビュー戦。兄貴の記録44秒抜きます。高々と兄越えを宣言した大輝、弁慶の衣装を身にまとい五条の橋から登場。ド派手なパフォーマンスで観客の度肝を抜いた。そしてその瞬間は早くも訪れる。初めに手を出したのはサマートシットサイト、波を突いていく、予告通り兄の記録を上回るわずか23秒での秒殺を見せた。亀田の血っていうのはな、カリスマ性とスター性やねん、光ってんねん、うん、人にはないような、なんていうんだろうな、オーラみたいな感じ。ああ、それは俺にも流れてるなと思ったな。試合後は得意の歌を披露、何もかもが異例のデビューとなった。そして新たな必殺技も身につけた。その名も亀田のアラベ。加速が乗れば1秒で10発以上出るよ。神業やな。アラベのごとく相手に振り注ぐこのパンチ、自慢の破壊力にスピードが加わった最強の武器だ。さらにもう一つ準備したものはこれや、これ爪は爪やろ。これさんまさんからプレゼントしないと。さんまさんが連続 KO の期待を込めて送ったこのマイク、今度はこれで歌を披露する。16戦16勝16 KO 戦16回歌を歌おうね。日本記録となる16戦連続 KO、 それは自分に課した世界へのステップ。俺が日本記録を塗り替える。浪速の弁慶亀田大輝、その剛腕が今宵もうなる。We are ready for tomorrow. Rhyming the rapper was on the mic. One time rhyming was on the mic. On the mic. It's on you, brother. What you wanna do, brother? Tell me if it's on time. Come on now. Yeah, that's right. From the flame, taking you back to the next millennium. You know what I'm saying? Always talk, talk, killing them. You know what I'm saying? And I ain't playing. It's all in the mess that we're laying. I got a secret weapon. You know what I'm saying? Let's take.
和野弁慶、亀田大輝のデビュー2戦目の相手、タイからやってきたサマートツインズジム26歳、デビューしてこれが13戦目という経験を持っています。前日の計量、目の前で鋭い睨みを聞かされました。それでも全く相手にすることなくリングの上で見せようじゃないかと、そう言い放ちました。サマートツインズジムが今日の大輝の相手。続きまして赤コーナーより亀田大輝選手です。今やボクシング界のみならずその名を轟かせるなにわの亀田三兄弟、いつものようにこの試合直前の入場、父でありトレーナーである志郎さんの後ろ、3人の兄弟しっかりと一列になってブルーのリングに向かいます。今日は次男亀田大輝、なにわの弁慶がこの後楽園ホール超満員のファンの前に姿を現して、さあいよいよ迎えるはデビュー2戦目。2月のデビュー戦横浜では見事な KO 宣言通り、しかも1ラウンド23秒という離れ技、果たしてこの聖地後楽園ホールでさらなる進化の亀田大輝の姿をどのように見せつけるのか。弁慶の名にふさわしい白い頭巾にこの大きな数珠、兄から背中をポンポンと押されました。リングの棚へ気合は十分、今回は自ら名付けた必殺技大ちゃんフック一発で楽勝やと言い放ちました。デビュー戦の独特の緊張感はありません。自ら課した1ラウンド KO という時間制限もありません。のびのびと思う存分に暴れるがいい。なにわの弁慶亀田大輝がゆっくりとゆっくりと後楽園のリング足を踏み入れた。弁慶2戦目世界に向かって後楽園ホール初見山。本日のメインイベント、スーパーフライ級スペシャル6回戦を行います。赤コーナー、この試合がプロ第2戦目、プロデビュー戦は第1ラウンド23秒のノックアウト、114パウンド4分の1競泳陣のサドル、なにわの弁慶亀田大輝。兄同様世界に向けてまっしぐら、デビュー2戦目なにわの弁慶亀田大輝。さあ超満員の後楽園ホール、亀田大輝の相手デビュー2戦目はこちら6勝6敗、今回が13戦目という経験を持っているサマートツインズジムです。さあいよいよこの大声援大歓声を受けて、なにわの弁慶亀田大輝デビュー2戦目を迎えます。亀田三兄弟皆揃ってこの試合前のパフォーマンス、鋭い目つき、相手にガンをつけて気合は十分、大きな歓声を受け、さあそしてリングサイド父志郎トレーナーのアドバイスを受けてデビュー2戦目が始まった。まず手を出したのはサマート、ブルーのグローブサマート、さあそして今日は黄金シューズを履いて登場亀田大輝の2戦目です。左フック、この左フックで前回デビュー戦はなんと1ラウンド23秒という KO 勝ち、離れ技を見せました。左フックスピード感は十分、左ボディー、左ボディーを返します。ボール硬いな、やや力が入ってきました、ね、デビュー2戦目は後楽園ホール、やっぱり1ラウンド30秒過ぎました、はい、ね、亀田大輝選手はね、この辺のレベルで終わる選手はないんで、倒すことも大事なのかもしれないけどね、はい、もっとこう先を見た戦いをしてほしいなっていうのもありますね、僕としては、まあ、この得意な左フック、まあ、岸志郎さんは右も覚えてほしいんだ、もっともっと進化してほしい、まだ発展段階だというそんな話をしていますが、さあ注目の第1ラウンド、
やっぱり亀田選手はこのレベルの選手は負けないと思うんですよね。だからこそね、冷静に倒すことを意識せずに戦ってほしいですね。そうだね、もう倒すことばかり頭に入っちゃうとね、ボクシング自体が伸びないよね。なるほど、力を抜いて相手をじっと見据えてパンチを放っていく。左ボディーにやってる顔面へ、さあ一気に決めるのか。ロープに追い込んだ、金色のシューズ、そして黄金のトランクス、金髪姿、強さを感じる色が金色、大好きなんですと話をします大輝。その強さをリングで見せるか、左一球猛烈左ボディ、さあ相手が止まった、一気にダッシュを見せる、赤子を内に追い込んだ、左右の連打、これが亀田のあられか、自らつけた高速連打、亀田のあられパンチ、右ボディ狙いを済まして、相手はしっかりとガードを作っている。その上から圧力をかけて左ボディ3発、右ボディ勢いをつけて左一球、相手がやや棒立ちになった。サマートに対してワンツー、力を込めた世界に向かってデビュー戦は好発進、素晴らしいデビュー戦でした。1ラウンド23秒という KO 勝ちを見せました。その2戦目、すでに残り1分を切っている第1ラウンドです。右のアッパーをついていく、もう相手は防戦一方、距離を取ってなんとかしのいでいこうというサマートツインズジムです。さあ竹原さん、この、はい、亀田の表情いかがでしょうか。やっぱ練習してるだけあって、まあ、疲れも見えないし大丈夫なんですけど、はい、ただね、あの全部のパンチに力が入りすぎて、やっぱボクシングは強弱と思うんですよね、はい、だからあの、ね、強弱をつけてやっぱりやってほしいですよね、はい、自ら自慢の高速連打、あるいはこの左ボディ、あるいは左フック、と左のパンチは父志郎さんももう最強やと、やっぱり力満をします。力んでってるからもう来るパンチが見えるんですよね、はい、相手もね、その強いパンチになれるんですよ、ね、さあ亀田大輝デビュー2戦目第1ラウンド終了のゴングを聞きました。打たれても倒れない、痛いとも言わない、常に仁王立ち、なにわの弁慶亀田大輝、落ち着いた表情、やや立ち上がり、やはり KO 勝ちを狙っているだけに力が入っているところもあるか、表情は落ち着いている。さあ第2ラウンド狙った右のボディサマート、このガードはいいんですけど、ただあのね、このレベルの選手がこうやって前に入れますけど、やっぱり上に行くと入れないですからね。なるほど、うん、畠山さん、その世界を意識した戦いという点では、うん、どういった動きをこの第2ラウンド見たいですか。そうですね、やっぱりボクシングの基本である右のね、オーソドックスの基本である左ジャブ、はい、それとやっぱこの階級ですから、やっぱりスピードがないとね、あの上行ったらスピードありますんでね、こ、うん、のスピード感も見せて、スピードある選手なんで、はい、ここね、倒そうっていうことを意識しすぎて、こう硬くて、そのいまいちスピードも出てないじゃないですか、うん、まあデビュー戦がまさに偉業を見せました。左フック一発で相手を沈めた、相手の右ストレートきれいにかわしてカウンター。まあそのあたりの自慢の武器を生かしたいという気持ちもあるんでしょうが、勝つのはまあ当たり前でしょうけど、その勝ち方でね、その KO 勝ちで、結果として KO 勝ちであってほしいというか、さあ連打を見せる、連打を見せる、これが高速連打の亀田のあられ、自ら名付けた新必殺技。ちょっとね、無駄な体力を使いすぎですよね。右マート右、コンパクトに放っていきました。もう一度右、これ下手にこのままいって、長いラウンド続くとスタミナなくなって危なくなりますよ。やっぱり、うん、考えながらね、倒すことばっかり意識せずに、ガードの上から右のボディ、一瞬サマート顔を歪めた、体がくの字になってきた。上からでも確実にこのプレッシャー、ボディは効いている。ロープを背負って連打連打、この辺り、この辺りのダッシュ、右フック大振り、やはり一発、左フックには自信があるだけに狙ってしまうところはありますが、この大チャンフックこと左で倒すのか、あるいは連打で圧倒するのか。まもなく第2ラウンド残りは1分です。右のボディガードの上からガツンと放ちます。サマートもなかなか手数を出すことができません。左のジャブを返していく、じーっと相手を見て、大輝がじわりじわりと前に出る、なにわの弁慶がプレッシャーをかける、じわりじわり、今回は時間を気にしない、6ラウンドフルに使ってもいい、相手が立っているんだったらどこまでもやっていくよと大輝は話します。徐々に相手を
コーナーに追い込んでパンチを狙っているのか。なかなか軽いパンチは畠山さん出ませんね。そうですね、やっぱあの連打の時みたいにね、ああいう軽いパンチポン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 と打っといてボディに一発強いのバーンと打つとか、はい、ちょっと工夫が必要かなって感じしますけど ね自分はとにかく真っ向勝負、打って打って相手を倒すのみ。その後は僕は上手いなと思いますよ、手伸ばして入らさないですけどね。上手いから上手い、バランスを崩した、気がついた気がついた気がついた、第2ラウンド終了のゴング。デビュー戦とは違ってラウンドが進んでいきます。さあこの中盤に見せたラッシュ、ガードの上からではありますが、磨きに磨き上げた高速連打、左右のフックがサマートを襲いました。さあ第3ラウンド、亀田大輝の KO 撃は見られるのか。デビュー2戦目、体を上下に振ってじわりと詰め寄ろうとしています。状態を強くして相手は完全に上がっている。サマートから攻撃は仕掛けられない。右のボディ、亀田右のボディ3発、右フックは大振りか、左ボディ左フック。さあデビュー戦のような一発でバチンと相手を倒す、こういった決着になるのか。テリック、それも、それはあくまでも結果であってね、はい、やはりそのあれを狙いすぎるとやっぱりこういう風なボクシングになっちゃうんですよね、はい、やはりもっとそれをこう、まあ、難しいんでしょうけど、これじゃあなんか宝の持ち腐れというかね、はあはあ、あまりにも倒すことを意識しすぎてしまって、ね、ボクシングの自分のいいものを持っている本来の力が出ないっていうね。左の顔面へ、さあ一気に行く、狙いをしました、突進する、亀田大輝前傾突進、左ボディ2発3発、顔を歪めた、苦しそうなサマート、それでも立っている、左ボディ、すごいまでにこの左ボディ、ここぞとばかり一気に狙っていく、亀田大輝、まあ、聞いたときこそあの強弱でやっぱりコンビネーションで言うともらいたいですよね、はい、ただもうガードしてればもう相手耐えてますもんね、だからもったいないですよね、本当。そうですね、ここでもうね、軽い右から左フックストレートと打てば、はい、かなり効くと思うんですけど、もう相手フックが来るの分かってるんで、慣れちゃいましたね、はい、まあ、デビュー2戦目にして、まあ、亀田大輝だからこそこういった課題も要求されるような選手ではありますが、やっぱりね、これからまあ日本、ね、日本のトップクラス世界ランカーに行く器を持ってますからね、素質がありますからね、はい、やっぱりこうね、こういう時試してもらいたいですよね、まだ発展の段階、岸志郎さんは話します。右を磨いて、もっともっとコンビネーションポイントにも有利に働くような右を磨いてほしいと言っていましたが、この2戦目やはり左で倒すんじゃないかな、3ラウンドぐらいじゃないかな、そんな話もしていましたが、残りは間もなく30秒、第3ラウンド、左のアッパー小さく、そして一発を狙っている亀田、左組み合わず、それでも立っているサマート、顔面はもう真っ赤です。連携のプレッシャー、ガードを下げない、闘志むき出し、ワンツー、亀田大輝一直線に一歩狙ってマットに沈めようとしている。さあ10秒切った第3ラウンド、左ックから右ストレート、左ボディ、第3ラウンドまで終わりました。亀田大輝のデビュー2戦目、果たして KO 決着はなるのか。大勢のお客さんが見守る中、そして豪快な荒々しいボクシングを期待される中、長男浩輝、そして三男の智輝も後ろから背中を押すように声を飛ばしています。さあ迎えるは第4ラウンド、亀田大輝デビュー2戦目、常々話をしているのはデビュー以来記録を持っているその16戦全て KO で勝ってやろうという、16戦続けて相手をマットに沈めて勝てば新たな記録を打ち立てる、そんな離れ技まで視野に入れているこの男亀田大輝、左ボディ、右を返したサマート、
左アッパー、一旦離されます。確かにこの左ボディとかすごい効くと思うんですよ、はい、でもやっぱり右を打つことによってその強さが引き出されると思うんですね、ステパンチ、はい、強弱の、ね、パンチもしくはステパンチですよね。左の強さを生かすためにもこの右さあ突進して、しかしサマートを右の脇腹を抑えるような苦しそうだ。そろそろ決まるのか、大楽園ホールの大歓声だ。右ボディ勢いをつけて右フック、右ロープ際右フック勢いをつけた、右もう一発いった左フック、後ずさりはサマート小さく右を返すだけ、右のアッパー左のアッパーから右、左フック左フック、やや足元がふらついた、サマート下がるだけ、なかなか倒せずにやややきもきしているのが亀田大輝。しかしこれも勉強、全てを経験、全てを肥やしにして、世界に向けて亀田三兄弟はまっすぐだ。その次男大輝、左ボディから左フックダブルを見せる、大きな声が陣営からも飛ぶ、表情は落ち着いている亀田大輝。ニュートラルコーナー相手一体をつけて、僕亀田大輝選手のスパーリングをホールで何歳だったか見たことあるんですけど、はい、これじゃ スパーリングの方がやっぱりいいですよね。やっぱ厚いグローブをつけてるんで、なかなか一発で倒れないじゃないですか、はい、薄いグローブつけたことによって一発で倒れるんじゃないかっていう、ね、錯覚に陥ってるというか。なるほどね。なんでやっぱりスパーリングの方が全然出来がいいですよね、はい、まだやっぱりその八王子の薄いグローブに慣れてないのか。それとね、やっぱ期待されてる分ね、どうしても倒してやろう倒してやろうっていう気持ちがね、強くなってこんな力んだパンチになっちゃうんですよね。この畠山さん、リング上でおかしいな、倒れるはずなのになと思いながらやるというのは、これどういう影響があるんでしょうかね。そうですね、練習もね、がっつりしてるし、他の人が言うように、パンチも実際はこの選手強いんでね、はい、本人もそれ自覚してるでしょうし、だからね、こういう八王子のスイグローブで殴れば、ね、俺のパンチだったら一発で当たりは倒れるだろうっていう、やっぱり気持ちが強いんでしょうね、はい、さあ第4ラウンド間もなく終了、一発を狙うか。第4ラウンドまで終わりました。亀田大輝、兄光輝、大きな声を飛ばします。5月5日の子供の日には世界前哨戦の最終章を控えている亀田光輝、その兄から指示を受けて、さあ一段と鋭い表情に変わって KO モードに入っていくのが第5ラウンド。ここら辺で落ち着いてもらいたいですよね、さあ足を使って体を上下に振って左ボディ、右ラッパーを返しました。サマート右のボディから左フック、左右の打ち分け、さあ第5ラウンドまで入りました。スーパーフライ級の6回戦です。デビュー戦は KO 勝利、公約通り約束を守った亀田大輝。左ボディにしっかりとボディは入っています。それを上に3発ぐらい打って下にドスンの方がね、なるほど。さあ今までに左のボディ、これでもかこれでもか、右のフック、相手は完全に右の脇腹を左手で押さえている、嫌がっているのを確認した。亀田大輝突進する、今度こそ倒す、そんな思いが背中から伝わってくるような。リングの上、亀田大輝腹を込めて払っています。もうちょっと畠山さん上からというパンチのためでしょ、数が少ないですよ、昔がね、はい、やっぱりワンツーで終わるんですよ、はい、上打って下とか、うん、上上下みたいな3発打った後に下とか4つ以上のコンビネーションが欲しいですよね。これだけやっぱりガード固められるとね、はい、そうそう簡単にクリーンとしないですよ。いくらパンチ力があったとしても、相手の不意をつくようなふとした瞬間に相手がやっぱり、ね、振りたいところ、はい、完全に倒されないモードに入ってるんで、このやっぱ攻めても来ないじゃないですか。そうですね、まあ、6ラウンド持つっていう気持ちで戦ってると思うんで、はい、勝ち負けよりもね、こういう相手やっぱ倒すのは難しいんで、うん、もし倒すとしたらやっぱりコンビネーションの強弱ですね、はい、僕は逆に今、ね、ジャブを使ってやった方がいいと思うんですけど、やっぱジャブとね
右、まあ、ジャブストレートはまあ基本ですからね、はい、そこからの突破口を見つけて、うん、打ち合う時にはあの左フックですか打ち込めばいいと思うんですけどね、はい、フィニッシュブローを生かすための、うん、こういった前段階のウィンゲック、これはいいのが入った。リンドラ今度こそ仕留めるか、左の右のボディ赤コーナーに追い込んだ。弁慶が行く、今度は顔面、ここの下から返してほしい。なるほど、相手のガードは上に行ったところだ。ガラ空きのボディに行けるか、大輝も顔が赤くなってきた。左ボディ、やはり先ほどぐらいの感じの数出すと、完全にボディ開くでしょ、うんうん、分かるでしょ、はい、ボディ開くじゃないですか。その時にストーンと一発入れればね、かなり効くんですよ。なるほど、ガードさせない状態からの得意の左ボディ、もう少し顔面からなのか。それでもしっかりと相手のボディは捉えている。さあ亀田大輝のデビュー2戦目、残りはあと3分、ファイナルラウンドを迎えます。自ら課したデビューから連続 KO 勝利、16の KO 勝ちを並べると新記録。デビュー戦は見事に相手をマットに沈めました。しかも1ラウンドあっという間の決着でした。さあデビュー2戦目の後楽園ホール、残すところはあと3分、ファイナルラウンドを迎えるなにわの弁慶亀田大輝です。相手のボディしっかりと自分の左の拳を叩き込んでいる。それでも相手は倒れません。父志郎さんからの言葉を受け、一段と鋭さを増したこの表情。3分間、残り時間、大輝が見せるか。依然として距離を取って防戦一方のサマートに対してしっかりとガードを固めます。左強い、相手が少しバランスを崩した。左打ち合ってくれる選手には確かにあの噛み合うっていいと思うんですけど ね、やっぱりねこうガードされちゃうとあのね効かないですよ ね、 そうですね、半減してますね。完全に相手は自分の両手の拳を前に突き出して距離を取ろう、自ら打ってくることはありません。デビュー戦はいきなり相手が打ってきました。ここは見事なカウンターを見せました。さあ悲鳴に近い後楽園ホールの歓声、大輝が行く。一段と鋭さを増して顔面への連打、亀田のあられ、1秒間に何発のパンチを放っているのか。素晴らしい連打を見せる左ボディ、ああいい連打だ。このスピード、これが世界に向けて高速連打、亀田のあられ、大輝の全開全てを見せるこのリングデビュー2戦目。もう相手は完全に自ら打ってきません。サマート相手はもうこれ勝ってればもう勝ちと同じ感じでやってますね今ね。なるほどね。さあ完全に黒字になった、こういった相手をどう倒していくのか。ここからですね、ここから強弱で、ああもったいないですね。もう一発そこに狙いに行くのか、あるいは違ったコンビネーションを見せに行くのか。ファイナルラウンド第6ラウンド、右ロック、大輝左ボディ左ロック、さあ連打、まだしても連打を見せる。デビュー2戦目とは思えないこの連打も見せる。デビュー2戦目、大輝残り1分、倒せるか、倒しきるのか。青コーナーを背負って左もいい、完全に体が黒字になった。サマート、それでも足を使って逃げる。あ、疲れましたね亀田選手。さすがにあの高速連打を交えて亀田大輝攻め続けています。それでも出る左ボディ、倒れない。連打いけいけ、やっぱ練習してるだけあってあのスタミナはありますよね、あんなに強引に結構手数出してるんですけど。残り20秒、狙いを済まして右ボディ、さあ10秒だ。デビュー2戦目のなにわの弁慶、最後の弁慶ここのチャンス、狙いを済ましてここのチャンスだ。
終了のゴングが打ち鳴らされた後楽園ホール。亀田大輝デビュー2戦目の決着は判定に持ち込まれます。赤コーナーサイドでこの表情、疲れました。デビュー2戦目相手からダウンを奪うことはできませんでした。立ち上がりから攻めて攻めて攻め続けました。一歩も下がることはありませんでした。それでも相手は立ち続けました。なにわの弁慶亀田大輝、判定決着です。ジャッジ熊崎光大、同じくジャッジ金谷滝明、60対53、以上3対0の4対1の推進を持ちまして、勝者赤コーナー亀田大輝の勝利。それでもこの表情が意味します。どうしても倒したかった、倒してこそ勝利。そんな亀田大輝の表情、右手を上げて歓声には応えます。父志郎さんも声をかけますが、デビュー2戦目竹原さん、はい、でもこういった6ラウンド、はい、崎崎にとってボクサーとしていい課題、いい経験にはなりました。いや、いい経験になりますね、それもあの 2, ラン、ね、あの 2試合目で、まあ、こういう経験できるってことは非常にプラスになると思いますよ、はい、まだ若いし、うん、あの、ね、反省点を練習で直していけばいいんじゃないですか。畠山さんからご覧になって、デビュー2戦目のボクサーとしての評価はいかがでしょうか。そうですね、まあただね、まあ、勝つのはさっきも言ったように当たり前なんですよね。だからそのもっと上を見て試合をしてもらいたいと思います。目先の試合がどうのこうのじゃなくてね、それだけの逸材ですから、はい、目先の試合じゃなく、もっと先を見てやってもらいたい。ボクシング界の期待を、もうそのボクシング界を超えて注目度を集めている、このなにわの亀田三兄弟次男亀田大輝、今日の2戦目は判定での勝利ということになりました。序盤から打って打って出続けました。一歩も引き下がることはありませんでしたが、これもボクシングです。さあ今日のマイクパフォーマンス、なにわの弁慶亀田大輝です。それではプロデビュー2戦目を勝利で飾りました亀田大輝選手にお話を伺います。まず2戦目終わった率直な気持ちを聞かせてください。まあほんまごめんなごめんなさい。やはり KO でという気持ちは強かったですか。うん、まあな、まあうん、判定やからしゃあないけどな、うん、まあ選手もなんで判定で喜んでんのかな、相手、うん、おかしいんちゃう戦ってて感じられたと思いますが、とにかく向こうはあのパンチを出すことよりも倒されないということを目標にしてきたという感じあったと思います。まあな、それはハードパンチの宿命やからな、しゃあないんだけどな、それを強いのを倒していかんとな、うん、まあ2戦目やしな、まあしゃあないまだまだプロデビュー2戦目ですから、いろんな経験をしたと思いますが、これをね次にどう生かそうと思いますか。うん、まあスタミナつけへんかったしな、あんなけって、うん、だからまあええねんけど、って感じやな。今日は前売りで全てのチケットが売れてしまいました。それだけのお客さんのこの気持ちというのを感じたと思いますが、このリング上で。うん、申し訳ないけどな、うん、まあ観客もちょっと湧いとってくれたしな、まあ、あれでシーンとしてたら情けないけど、まあちょっとやっぱり一緒になって応援してくれたからな、うん、まあよかった、まあいいよ。連続 KO だけではなくて勝ったということで、この次につながると思いますが、勝利を続けたというこのプロデビュー2戦目。うん、まあ続けただけやな、うん、じゃあね、せっかくですから集まってくださった皆さんに一言、さらに今後への気持ちを聞かせてください。今後への気持ちか、今後まあ KO は当たり前やけど、まあこれバネにしな、うん、KO していきたいね。この声をどう受け止めますか。じゃあ最後にね、もう一回だけ力強いファンへの気持ちを聞かせてください。まあ今日はこんだけ集まってくれたのにな、申し訳ないけどな、うん、今度絶対気をするんで、うん、応援よろしくお願いします。プロ2戦目勝利の亀田大輝選手でした。デビュー2戦目を終えて最初に出た言葉は反省、申し訳ない、
これだけ集まったファンの皆さんの前で豪快さを見せることはできなかったというこの悔しそうな表情です、亀田大輝。竹原さん、はい、やはりねその自慢の拳を生かす KO にしたいという気持ちが得てしてこういう結果を招くこともある。そうですね、生かすというか、まあ、生かすような展開に持っていかなかったのが、まあ、倒せなかった理由と思うんですけど、そこをやっぱり勉強してもらいたいですね。畠山さん、その KO を狙う、はい、その KO の仕方というものをね。そうですね、まあ、今回この KO が途切れたことによって、はい、そのことをその、ね、連続 KO ということにこだわらなくていいですから、逆にいいかったかもしれないですね、今日の結果の方が、はいはい。まあ、本人にとってはまさかという思いもあったかもしれませんが、それでも見事なデビュー2戦目は判定での勝利ということで、このまま白星を重ねて重ねて、なにわの亀田三兄弟次男、なにわの弁慶亀田大輝が突き進みます。今日はデビュー2戦目白星でしっかりと締めました。